ダン。俺の帽子。何？全部探したのに。きっと海に落ちたんだ。くそー。おいおい。どこ？帽子が消えた？寝るとき帽子は確かに部屋の中にあったろう。だとすると誰かが持ち去ったのでしょうか。でもサニー号は一晩中海の上で停泊してたのよ。ああ、俺昨日トイレに起きたときでかい鳥が飛んでくの見た。でかい鳥？帽子は部屋の中にあったって言ってるじゃない。そんな鳥が持っていけるわけないでしょ。んだよな。あの帽子そんなに大切なものなんですか。うん、あれはルフィが命の恩人からもらったものなんだ。しょうがね、全員で探すぞ。キャプテンがこんなんじゃ閉まらねえからな。そうね、一丁やるか。帽子帽子帽子、そっちはどう？見当たらないわ。じゃあ私もうちょっと遠くに行ってみる。ナルサ行かそう。だけどさ、俺本当に見たんだよ。寝ぼけてたんじゃないか。んなことねえよ。ん？待って、ウソップ、あそこに船が。誰かいないのか。おい、ちょぱー、やばくねえか。これ海賊船だろ。まず。お、大丈夫か。なんだ、じいさん。なあ、しっかりしろ。この人、サニーに連れて行こう。今そんな場合じゃ。分かってるけど、早く治療しないと。分かった。まず。よし、閉めるぞ。お前は。俺は医者だ。やっぱり見つけたぞ。犯人は大橋だ。すげえスピードで逃げてる。大橋、本当に鳥の仕業だったみたいね。了解、そっちに行きゃいいんだな。おいルフィ、帽子が見つかったぞ。本当か？どこだ？どこにあるんだ？落ち着け。とにかく部族たちと合流するぞ。分かった。